岡田監督が球団単独トップの515勝坂本から記念球、当然家に持って帰りますけどね。阪神に 1DeNA、 6日甲子園球場、阪神が連敗を2で止めて再び貯金1とした6月以降に勝率5割から借金生活突入を阻止するのは4度目となった。岡田監督は球団では歴代単独トップとなる通算515勝目を挙げた。通算515勝で坂本からウィニングボールも受け取った。まあ数字が出ると毎日が長く感じるのであまり気にしないようにしてたけど、今日はボールもらいましたね。みんな覚えてて、当然家に持って帰りますけどね、と笑みを浮かべた。さすがにタイガースで歴代1位の記録となると受け止め方も違うようですね。素直な感情の出し方で良かったですね。勝利数が物語るように、なんだかんだで歴代1位の監督でもあると思います。なんだかんだで球団トップの勝利数、しかも阪神という人気球団での達成は素晴らしいですね。岡田監督は最終回に DeNA が逆転のランナーを出塁させたから、内心は記念の515勝到達どころではなかったと思う。明日こそタイガースは序盤から活発に打線が機能してスカッと勝って516勝目を飾ってもらいたい。年頭の疲れもあるのかもしれませんが、最後へはザキが苦しみながら何とか逃げ切った感じ。今はリリーフ陣全体が苦しんでいるので何とか頑張ってほしい。というかたまには攻撃陣が楽な試合を作ってください。勝つには勝ったけど、もう2点は取ってほしかったな。今日はゲラ岩崎のリレーで逃げ切れたからよかったものの、今後に課題を残す一戦だったような気がする。でも伊藤正にも勝ち星がついたし、あっぱれ。単独最多勝利記念玉を魚にうまい酒を飲んでもらいたい。混戦構成を何度か抜け出せる采配をお願いします。そらそうよ。おーん、相手の石膏に助けられた感が強いんだよな。結構伊藤は苦しかった。まあ勝ちは勝ち。坂本くんナイスリードでした。伊藤正もよく投げた。ゲラ、ザキさんお疲れ様です。佐藤ナイスタイムイ。首位から4位まで2ゲーム差、4チームでここまで競り合う激戦のペナントあったかな。逆転待ちも久々だね。近本がもっと打てばもっと楽にいけるんだが、まだまだ調子悪いみたいだな。救援までにトップに3歳ないなら県内、そういう感じだろうね。投手陣の疲れをどう軽減するか、ここが鍵。坂本ナイスリード。それにしても1失点までに抑えないといけないのはマジで辛いな。おめでとうございます。徐々に打線復調を願います。あと1球コールやめた方がいいと思うのは自分だけですか。最後の最後まで息の抜けない緊迫したタイガースらしい試合だった。結果的には今日も守り勝った試合だった。中継ぎピッチャーの桐敷投手や石井投手を注ぎ込まずに済んだことは好材料。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。